オフィス街の定食屋に昼飯食いに入ったら親子連れに遭遇。子供嫌いな自分は親子連れから一番遠い席に座った。子供との遭遇で落ちたテンションを取り戻そうと高めの定食を注文。無事に定食がやってきて食ってたら、いきなりすぐ近くからあーんというガキの声がした。そっちを見ると親子連れのガキの方だけ人の顔見上げながらあーんと言って口開けてる。わけわからんと思って無視してたが、何回もあーんあーんとクソ鬱陶しいことこの上ない。うるせえあっち行けと言っても去らないので店員を呼んで親に注意してもらった。すると今度は親の方までやってきた。すみませんね、うちの王ちゃんエビフライ大好きで一本食べさせてあげたらおとなしくなると思うんです。すで、はって言ったよ。そんで、なんで身も知らんガキに飯分けてやらなならんの？あんた親なら自分で注文して食わせてやれば？ちなみに、親子連れのテーブル見たら、定食一人前しかない。どうやら、一番安い煮魚定食。こういうのって助け合いだと思うんです。とかぐちゃぐちゃ言い始めたので、助け合い言って、あんたらみたいなのに助けてもらった覚えないけど？いくら、少子化でも人にたかるようなこじき根性のガキ、将来納税者になると思えんから産んだだけ無駄だし、国の不良債権増やしてるだけだわと吐き捨てるように言ったらギャンギャンわめき出した。そこで店員が割って入って親子連れを追い出してくれたんで食事再開。店員さん悪くないのに謝られたよ。出て行く間際に、あなただって子供産んだら今の私の気持ちわかるわよと言われたけど、わかりたくないし、そんな気違いじみた考えがわかるようになるぐらいなら一生ガキなんざ産まんわ。第一、嫌いだし。です。グッジョブ。あんたかっこいいよ。グッジョブだが、性格悪そうなんで結婚もしない方がいいね。静かに、一人生涯を閉じるが吉。報告者。言われなくても、鼻からそのつもりだ。性格悪いというが、ずうずうしい気違いに、性格のいい対応をしてやる義理はない。自分にとって不快でない人にしか、いい対応なんかせんよ。